猿カニ合戦、猿とカニの戦い。昔々、日本の遠い森の中で、あるとても賢いカニが散歩中に美味しいおにぎりを見つけました。カニはその運にとても幸せでしたが、その時、ずる賢い猿が現れ、カニを説得しておにぎりを柿の種と交換させ、その果実はずっと価値があると約束しました。少し躊躇しながらも、カニは交換を受け入れ、その種を庭に植えました。愛情と注意深い世話で、その種は成長し、美しい柿の木になり、ジューシーな果実でいっぱいになりました。しかし問題がありました。カニは果実に手が届きませんでした。そこで、友達が約束を守ることを期待して、猿を助けに呼びました。猿は素早く敏捷で、木に登りましたが、助ける代わりに、熟した柿を全部食べ始め、青くて硬いものだけを残しました。カニは猿の行動にとても悲しく、失望しました。しかし、猿はそこで止まりませんでした。猿は硬い柿をカニに投げつけ、カニを傷つけました。そこでカニは、正義を実現する必要があると決心しました。カニは森の友達を集めました。栗、海藻の一片、カキという名前のカキ、そしてウサギという名前のウサギ。一緒に、彼らは猿に教訓を与える賢い計画を練りました。翌日、何も起こらなかったかのように、猿はパーティーに招待されました。彼は驚きましたが、計画の一部であるとは知らずに、嬉しく思いました。まず、栗が火の近くに位置し、正しい瞬間に爆発して猿を驚かせる準備ができていました。猿が暖を取るために火に近づいたとき、栗は大きな音を立てて爆発し、猿は驚いて飛びました。次に、戦略的に地面に置かれた海藻の一片が活動しました。まだ驚いている猿が海藻の上を歩いたとき、彼は滑って転び、混乱し、弱った状態になりました。カキ、硬い日本のカキは、猿が落ちる場所のちょうど上に縄で吊るされていました。猿が転倒から回復する瞬間、カキは落ちてきて、彼の頭にぴったりと当たり、彼の混乱をさらに増大させました。最後に、ウサギは影に潜んでいました。彼の速さを使って、彼は飛び出し、猿を不意をついて、猿が何が起こったのかを理解しようとしている間に、素早く縄で縛りました。猿がついに動けなくなった時、カニは、友達の助けを借りて、猿に自分の利己的な行動の結果と、彼の欲と不正直が他人をどのように傷つけたかを説明しました。猿はついに自分の過ちの深さを理解し、他人に自分がされたくないことをしないべきで、私たちは感情を傷つける可能性があり、言葉を守ることが最も重要であることを認識しました。恥じて、猿は謝罪し、自分の行動を変えることを約束しました。そうして、カニとその友達は、一緒になって猿の基地を克服できることを示しました。カニはついに自分の木の果実を楽しむことができました。しかし猿は？まあ、彼は真の友情がどんなおにぎりや柿よりも価値があることを学びました。そして彼らはみんな幸せに、より賢く、再び友達として生きました。